ありがとうございます。ということで、リクロジーでーす、はい、ベーシックベリーの鈴木でーす、お願いしまーす。はい、ということでですね、はい、今から2人で、はい、これ、わかります？もっと前行こうか。もっと前行きますか。7月1日の、はい、キープアウトというライブがあるんですよ。はい、世田谷ガヤガヤ会館で。ガヤガヤ会館で。あるんですけど、はい、もう見てこれね、うん、対マンなんだってこれ。あー、なるほど、1対1の。さあ、1対1で。お疲れさ、マリオちょ、うるさいよ。山木撮ってんだよ、今。しゃしゃしゃ、福田さん、撮ってるから。撮ってましたからね、普通に。なんでカメラの方に向かって言うの？俺らに言ってよ、せめて。まあ、こんな感じでガチンコ対決、ね。ガチンコ対決で、はい、アッパレ側かマニオン側、どっちが勝つかというライブですね。なるほど。はい。ということで、早速、はい、一ブロック目から僕たちが予想していくらしいので。はい。杉山、近いよ。言ってなかった、ね、近いから。いつも挨拶 しないだろ、俺に。もう、どうぞじゃないよ。まあ、一文字もありましたよ。いや、巻いてください、ないだろ。深緑長かったろ。はい、ということで、じゃあまず、まあね、うん、じゃあ上から見ていきましょう。はい、まず一戦目、ホットなチャイ対ウェンズデイズということで、はい、あ、なるほど。これ鈴木くん的にはどう？え、僕ですか？いや、うん、僕は、まあ、え、これは、その自分のひいきで、全然。あ、もちろんもちろん、その、あの、嫌いな方を言わなければいい。嫌いな方、必然的にそうなっちゃうかもしれないけど、僕は、あの、ウェンズデイズさん、あの、まあ、事務所の先輩じゃあ、ホットなチャイさんはつまんない、はい。いや、つまんないとかは言ってない。そういうことは言ってない。ということでしょ？あの、頑張ってほしいなってことですから。俺で、ね、はい、ほぼ互角なんだよ。ああ、なるほど。だから、はい、その鈴木くんが、ホットなチャイさん嫌いだから、はい。いや、嫌いとは言ってないですからね。これ、ノーちゃんからやめてくださいよ。じゃあ、ウェンズデイズの方が面白い。いや、面白いっていうか、まあ、うん、頑張ってほしいっていう意味ですけど、いや、どっちか、まあ、確かにね、絶対どっちが勝つのかなんて分かんないですから。ウェンズデイズは、あの、はい、湘南さんのお墨付きなんだよね。ああ、そうなんですよ。そう、もう大好きなのよ。まあ、しかも実際、ネタも普通に面白い。面白い。はい。天野さん、面白いね。天野さんのツッコミ面白いです、ほんとに。じゃあ、ウェンズデイズ、企画しとく？じゃあ、ウェンズデイズ。ホットなチャイ、もう面白い。面白い。よく合うのよ、俺も。はい。けど、見たことあるんですか、そういう。いや、僕はお会いしたことはないんですけど、一、うん、回だけネタ見た程度だったんで。あら。はい。いや、なんか、ホットなチャイさんの、ひろたまくんでしたっけ、はい、ひろたまくん、先輩かと思ってずっと敬語使ってたら、はい、後輩だったんだよ。ああ、そうなんですか。これウェンズデイ。これウェンズデイだな。ウェンズデイだね。ひろたまくんがちょっとね、ズルしてるから。はい。はい、ウェンズデイズですね。勝ちね。まずやっぱり一緒ということで。はい、次、第2戦目。東京箱クラブ対お弁当箱さん。これも難くないです、はい。ということで、難しい。どっちも実力者です。お弁当箱さんはね、僕あんましライブが合わなくて、喋ったこともないし、ネタもね、そこまではちょっと拝見してないんだけど。まあ、僕、いや、まあ僕もお会いしたことはないんですけど、はい、でもネタは何回か見たことある。で、ネタじゃ、もう純粋に好みでいいわ。はい、じゃあ面白さは同点として、はい、好みやったらどっちの方が好き？好みですか。うん、好みだって。たら、いや、僕東京箱クラブさんも見てますからあれなんですけど、お弁当箱さんの方がパワーって好きです。じゃあ、はい、東京箱クラブはパワーがない。いや、そういうことじゃないんですよ。そう、あのさ、こう、あの、あのさって言っちゃいましたけど、先輩に。あのな。あ、言っちゃいましたけど。いや、でも、いや、僕、好みですから、これ。好みだな。どうなるか、絶対ってことはないんですから。まあまあまあ、確かに。なんで僕こんな汗かかなきゃいけない。いや、ほんの、勝手になんかパワーがあるとか言うてるから。じゃあ、好みとしてはお弁当箱さんにしとこうか。はい。はい、じゃあ、お弁当箱さんで。じゃ今んところ、リクロジの意見がないけど。そうなんですよ。そうだね。僕、ホットなチャイさんも、ひろたまくんじゃない方とも喋ったことないですし、お弁当箱さんも喋ったことがないから、はい、ちょっと怖いっていうのは、はい、後輩に投げる。投げない。次から俺ガンガン言っていくわ。じゃあ、次は。元祖いちごちゃんさん対、踏みつけ大将軍。ということで、これは元祖いちごちゃんですね。もう即決、そうでしょ。まあ、踏みつけさんダメでしょ、あれ。ダメでしょって、そんなことある。あの人のツイッター見たことあります？いや、言わなくていい。全然面白くないな。なんか、事務所ライブが終わったら、10位になんか、批評とかつけんだよな。まあ、ね、ありますけどね。で、ザ・マンザイ受けたのに落ちたとか。はい。いらなくない？まあ、いや言ってる俺、小長さんに。ああ、いや、まあ、言って、まあ、他の人は言ってるらしいんですけどね。うんうんうん、まあ、ちょっとそういうのはどうなんですか、そうそうそうね、みたいなね。いや、僕が言えた義理ではないんですけど。けど、元祖いちごちゃんさんは、はい、もう正直あの、何でしたっけ、オフィス来たのの、僕ライブ行った時に、はい、カーテンコールで出てまして、はい、めちゃくちゃ面白くて、めちゃくちゃ受けてた。ああ、なるほど。うん、ふみつけさんのあのギャオの動画の5倍は受けてマジで。いやでもふみつけさんも M1 3回戦まで行ってますから、ね。あ、じゃあどっち？ん？どっち？どっち？また僕ですか？ガンソイチゴちゃん。え？なんでです
ひどい、はい、お、やっとマリオンチーム勝った。なるほど。じゃ続いてバベルさん対アドバンス。アドバンスさん、まあもう僕、あ、じゃあまずリクさんから。僕ね、バベルさんはね、うん、川添さんはなんか公園飲みを川添さんがしてるときにたまたま会ったことはあるんだけど、はい、川添さんが公園飲みしてて、はい、ネタはね、はっきりとはね、でバベルさんは僕の一期上なのよ。あ、そうなんですか。NSC なのに敬語を使ってくる、あのやらしさは、あの、いけすかない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 のはある。そうなんです、なんか、はい、タメ口してくれればさ、すぐ喋れるのにさ、なんか持ち上げんのよ、ディクロジーさんみたいな。俺のこと持ち上げる人なんかいないでしょ。まあ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 、悪口大会になってません。いや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 、まあ、どっちが勝つかを予想しましょう。いやー、まあ今日ね、アドバンスのライブだったんで、うん、アドバンスにしてあげる、うん、まあいや、してあげるっていうか、僕は全然、あいつら俺を生かすのよ。じゃあ俺生かすから。生かすですか、うん、ああ、マジ、じゃあ、じゃあアドバンスさんでしょう。じゃあバベルさんごめんなさい。はい、タメ口を使ってください。続いてコルタイヌベルト。あ、これまたなんだよ、もうちょうどいい対決だよ。ああ、本当だ。コルさん、コルは最近鈴木のツイッターがもう面白くないってなって、ツイッターの面白さで判断してるんですか、この勝敗を。ファンに多いみたいな言ったりとか、ちょっとあれはいけすかないな。じゃあイヌベルトさんはどうですか。イヌベルトはさっきマネージャーに怒られてたから。これはね、これドローにしとく。ああ、こ、でもここ本当ちょうどいい戦いだと思うんですよね。すごい互角の面白さ。互角の面白さ。どっちも好きなの、コルもイヌベルト。いや、僕もどっちも好きです。うん、はい。じゃあ、互角。互角で。はい。どっちも負けてほしくないっていうのもありますね、やっぱり。両方に丸しとこうかな。はい。続いて、かがや歯並びさん対、はい、渡辺ルンルン。僕、かがやさんのことは全くわかんない。僕もわからない。これ、サルさん、これ、前のコンビ名とか、解散されたのなんか。いや、もう8年ずっと。ピンで。ピンで。へぇ。ちょっとそれはこっちは僕同期ですね。おぉ。かがや歯並びさん。かがや歯並びさん。何のライブとか出てますかね。月1回なんか出てればいいのに。それじゃあ、いや、もう、やっぱり奇跡に近いもんなので。そうですよね。なかなか。いるのかっていう話にもなりますもんね。これはどうしようかな。はぐれメタルみたいなもんだから。あ、はぐれメタル。はぐれメタル。はぐれメタル対スライムか、これは。いや、スライムじゃないでしょ、ルンルンさんは。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。おい、アドバンス帰んの？お疲れ様でした。アドバンスのライブなのに俺らが残んのか。パパッと終わらそうか、じゃあ。うわっ、ひどっ。聞きました、岸高野さん。パパッと終わらそうぜ。って言ってましたよ。いや。じゃあ、あと、リクロジーもっとボケた方がいいよ。あ、ほんと、ちょ、待って、おい。やめろ、結構入れてるつもりよ、俺。結構入れてたよ、俺。お疲れさまでした。お疲れ。じゃあ、まあ、いや、これは俺、渡辺ルンルンにこの前、アドバンスのライブで19対2で勝ったんで、おーい。かがやさんです。かがやさんなんか。渡辺ルンルンは、そうですね、やや受けでしたんで。やや受けとか言ってもあれですけど。そう。受けてましたけどね。で、かがや歯並びさんで。見たことがないのに、よそで勝つという。はい。じゃあ、ラスト2戦、キズマシン対きらめかした。はい。これまた、この2組、絶対、あとで言うもん。あ、言うんすか？うわ、リクロジーさ、なんかあっちにしたでしょ、みたいな。あー、なるほど。そう、言うのよ。じゃあ、どっちで真面目なのよ、この二人。あ、そうなんすか？ネタできたとか、ツイートするし。ツイッターばっかだけど。あー、なるほど。そう。真面目だから、本当に言うの。ネタで負けたくないから。あー、なるほど。いやー、どっちも真面目なんだ。いや、お会いしたことないけど。どうしようかなー。僕は、その、ネタの好みでは、キズマシンさん好きなんです。あー、ほんと？はい。なるほど。じゃあ、キズマシンしとこっか。で僕の一存でも速攻決まっちゃうんですか。リクさんのなんか意見。キラメカはしたらつまんない。いや、だからつまんないとは言ってないでしょ。やばいやばいやばい。もう巻きも出ちゃう。じゃあ、ちょっと巻き出てるんで、じゃあ、キズマシン。キズマシンさんで。はい。最後、バスターキートンと北川のさん、北川さんでしょ。あ、北川さんで。うん。即決で。バスターキートンなら、溝辺が性格悪いんで。そう。ネタに関して何も言わないですね。藤野も理屈っぽいし。あのボケどういう意味とか言ってくんのよ。人で決めましたよ、今完全に。人で。バスだけだけ、ちょっとバツで。ちょっとね、いけすかないこいつが一番。いけすかないって。よし、じゃあ、こうなりまして、ですね。あれ、あ、いい勝負。あ、いい勝負ですね。1、2、3、4、4対5か。4対5で、あっぱれ。あっぱれ。そう、引き分けがあるんで、4対5であっぱれです。あっぱれチーム。ということで皆さん、7月1日、キープアウトへお越しください。バイバーイ。